あ、そう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 、まあいかにもアミテジらしい言い方ね、お前ら何言ってんだって、生意気なこと言うなって感じ。でも、本当にさ、最後すごかった、本当に言ってるんですよ。でも日本人持つ気ないんだろうってね、持つ気ないんだらば自主防衛はできないしね、自主防衛できなければ対等、アメリカとの対等提携なんてありえないんだから、これ言ってないけど、アサリはアメリカの属国で甘んじていたらどうなのって趣旨なんだね。そう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 、僕はそれ甘んじる気は持ってないけどね、本当にさ、日本人に向かっての強烈なセリフだと思ってね。もう新米保守という人たちは甘んじていれば大丈夫だろうと言うんですけど、これがまた大間違いで、あの今後20年間にわたってあの東アジアのバランスオブパワー大転換するんですね。それ2つの点から説明しますけれども、1つはあの中国のオフィシャル交渉 の、 あの軍事予算というのは900億ドルなんですね。だけど CIA とかあのアメリカの国防大学に言わせると、実際には2200億ドル、オフィシャルのナンバーはだから2200使ってると、アメリカの軍事費っていうのは今5500プラス1500なんです。でなんでかっていうと、5500が基礎的な軍事費で、1500がイラクとあのアフガニスタンに使ってるやつ で全部7000だけね。日本の新米保守は7000と2200じゃだいぶ違いがあると、だからアメリカは大丈夫だと言うんですけれども、これアメリカはイラクとアフガニスタンから来年から出ていく予定になってますから、そうすると結局基礎の5500に戻っていくわけですね。しかも大切なことは、次の10年間アメリカの軍事費が増えないと、これはもう公表されてるんです。それでホワイトハウスの予算局も議会の予算局も5500増えないと。ところが中国っていう国はすごい国で、過去22年間で軍事費を23倍にしてるわけですよ。どういうことかっていうと、4、5年ごとに2倍にしてるわけですね。そうすると穏健に例えば5年ごとに2倍にするなると考えると、10年間で4倍でしょ。そうすると2200の4倍って言って、これ8800なわけですよ皆さん。それでアメリカは5500でとどまるわけでしょ。アメリカは世界帝国ですから、この5500億ドルの軍事費で世界中を支配しようと突っ張ってるわけでしょ。だけど中国が8800の軍事費持ったら、中国は東アジアだけ支配したいと、今のところ中東とかアフリカとかヨーロッパ支配したいなんて言ってませんから、そうすると東アジアにおけるバランスオブパワーは今から10年後2020年代になるともう圧倒的に中国に有利になりますよと。皆さんそれでもいいんですかと。それで、そう、嫌でしょ。それで親米保守の連中はアメリカに属国になっていれば安全だからね、アメリカに守ってもらう、属国扱いされるのは悔しいけれども、それでもじっと我慢してれば守ってくれるだろうと。ところがノーウェイ、ノーノーノー、それはありえないわけです、2020年代になると。だから2020年代になると、あの中国の方があの軍事的にも経済的にも東アジアにおいて有利になっていくということを考えれば、アメリカの属国商売やってりゃね、それでいいかっていうと良くないんですよ。だから親米保守ってのは間違ってるんです。親中保守もそのうち丸いかもしれない。いや、もう親中保守はもう批判する批判する気にもなれないというか、もう朝日新聞